権3連覇の女王ヤナ・クドリャフツィアを抑えて、リオデジュネイロオリンピックでは金メダルを獲得。この4カップでは現在連覇を達成し3連覇を狙います。ただ左足を痛めて今大会臨んでいます。クイーンの名曲 We Will Rock You、 クラブの演技です。オリンピックで金メダルを取ったこの守る選手を見ることができる日本人はとても嬉しいですよね。そうですね。世界でも注目されているこの4カップ、サデルです。サデルの間に3回の守備を行い、回転をしながらのキャッチ、そしてこれが得意の逆イリュージョンです。マステリーという難しい技を入れながらの逆イリュージョンでしたので勝ち点が 1.0 になります。リスクを伴いつつ、そしてオリジナリティあふれる技、それがマステリー。クラブが柔らかく見えるようなそんな面白い仕草さです。少し足が痛いですかね。ただ日本のファンのために演技を進めていきます。金メダリストの意地を見せましたマルガリータ・マムーンです。左足の痛み、表情に出すことなく演技をこなしましたね。はい、これが得意の逆イリュージョンですね。はい、ちょっと3回目で飛んでしまって肩フォームが崩れてしまったので3回目はちょっと取れないかと思うんですが、はい、彼女の得意な技、逆イリュージョンになっています。メダルを獲得して、そして堂々のこの4カップ登場となりました。マルガリータ、さあ得点になりました 18.600 というクラブのスコアです。